さあ、ということで、うん、ええー、ポッドキャスト、まあ、なんとなくね、スクールカーストは何だっていう話になってますが、まあ、その流れから、今回のメールテーマは、うん、あなたがついたダサい嘘。うん、ああ、そうでしたね。なんかこの局面をね、うん、突発的に乗り切ろうとしたりして、うん、ついてしまったダサい嘘っていうのをね、えテーマで、えー、送ってもらいました。えー、ラジオネーム、コロッケ侍。今までついたダサい嘘ですが、うん 4歳の時までは左利きだったという嘘です。しょうもな高校生の時、好きな子が左利きが好きという情報を聞きつけ、話の流れでついた嘘でした。今思えば、左利きが好きなだけで、昔左利きだったのは全く関係ないことに気づきました。しかも、その子が付き合い始めた男は思いっきり右利きで、投げるのも蹴るのも打つのも、もう何もかも右なのです。 僕はハンドボール部だったのですが流れでついた嘘のせいでもう一度左を使えるようにして両利きになれという無茶な注文を監督にされ <laughs> それが嫌で1年もしないうちにそのハンドボール部をやめてしまいましたすげえな何それしょうもねえな、はあ、サウスポーが好きっていう子がいたんだね、はあ、なんとなくの響きだろうね高校生ぐらいだから、はあはあ、うわ俺の友達 友野っていうやついて、うん、小学校の時ずーっとお兄ちゃんいる「お兄ちゃんいるお兄ちゃんいる」って嘘ついて、うん、家にね遊びに行くんだよみんなで、ねうん「お兄ちゃんいいんだろう」とか言って「て今ちょっと上にいるわ」とか言ってて、うん、たまに友野いなくなってさ、うん、上からどん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 足音みたいなの聞こえるので中学校ぐらいになって「うん、ごめんあれう嘘 自分で足踏みどんどんやってたって言ってなんで嘘ついたのって言ってもさ、うん、分かんないのよ、うん、い俺も分かんないんだけどなんか見え張りたいっていうかとかってさあーでもし小中学校の頃その感覚は分かるわ <laughs>、うん、お兄ちゃんいるとか俺、ね、からドラえもん見てスネ夫でなんかラジコン作れるいとこのお兄さんとかやっぱ憧れたもんな、うん、俺一個ついた嘘を覚えてるのは、うんうん 俺、小学校5年生ぐらいの時に、積水ハウスで家を建てたの。今までは平屋で貸し屋だったんだけど。で、ちょうどミニオンが、第一次ミニオンブームで、みんなあの、コースを持ってたわけ。家に入る、なんか八の字みたいなコースを。それが欲しくて欲しくてしょうがなくて、でも持ってないコンプレックスがあって、今度はあの、家を建てることになって、庭がすごい広くなったのよ。で、その設計図なんかも上がってきて、 みんなの前で何か知んないけど庭一面をミニ四駆のコースにするって俺嘘ついちゃってで周り目キラキラさしてマジでってそうなるもうタミヤのレースみたいなことよレース場みたいなもうめちゃくちゃ広いロングコースで俺やべえなってでも本当にしなきゃいけないって言ってうちの親父のとこ行ってもう設計自分で引いてたからうちの親父はその家のパパ 庭、ミニ四駆のコースにできない。で、まあ、子供の話だからよくわかってなくて、お全然やっていいぞって。おそれ多分、普通に芝生埋めたり、普通の庭だけど、ミニ四駆走らせ、そういうおもちゃを走らせたいんだろ全然やっていいぞっていうことだったんだろうけど、俺には、お全然作ってやるよっていう答えに聞こえちゃって、で、あの、正式決定の報告をしちゃって、全面ミニ四駆のコースになること決定した。 って言って。つらもう飲み込んでくれたもんだと思ってたから。で、家が完成して見に行ったわけ。したら、芝生が綺麗に埋められてて、ミニ四駆のコースなんかどこにもないの。パパミニ四駆のコースはって言って。もう、顔面蒼白で俺は。うん。なんかおもちゃとかはれがせないんだら全然遊び広くなったから、って話して。で、建前って、 建前じゃないけど、なんか出来上がった近所のお祝いっていうかね。あ、あるんだよ、田舎の方だと。うんうん、そして友達集まってきて。うん、おい。嘘つき。ミニ四駆のコースねえじゃん。<わ>そして、なんか芝風埋めるのに、芝が今育ってるとこだから、今乗っけちゃうと枯れちゃうから、少し遅れるって俺言って。<laughs> <laughs> 嘘に嘘重ねて。 そっからだから一年ぐらいドッキドキで。結局フェードアウトしたんだけど。<ー>もう、犯罪者みたいな気持ちでそっから一年間学校通ってたのを覚えてるわ。わそれ地獄の一年ですね<ー>。暗くなるな、なんか。つきまして、ラジオネーム、ブラックトリオ。僕はコンビニでプッチョを買えば、 AKB のクリアファイルがもらえるというので買おうとしてました。うんうん、そのクリアファイルは6種類ぐらいあって、うん、そのクリアファイルをもらうためには、自分の推し面を店員に伝えないといけませんでした。僕は地味な顔なので、店、うん、員に心の中で、こんな顔のくせに AKB 好きなんだなぁと思われているんじゃないかと思い、恥ずかしかったので、クリアファイルを選ぶとき、店員にちょっと待ってくださいねと言いながら、うん さも、自分の兄弟に、このクリアファイルを持ってきてくれとた、頼まれたかのように、携帯で確認するふりをして、これかなぁ。これください。と言って、無事、AKB のクリアファイルをもらうことができました。はこの感覚はわかるね、でも。わかるね。自分が欲しいわけじゃないんすよ、っていう。頼まれ者なんで、っていうね。初めて近藤ム買った時、俺確かその嘘やったな どうやって嘘つくのこれコンドーム、今度。いや、俺もわかんないんだけど、なんか頼まれたみたい、誰かに頼まれてるみたいな感じ。<ー>これでいいのねみたいな、もうレジの前で。<laughs> うん。分かった分かった、買ってく、買ってく。うん。はいはい、はい。すいません、これください、みたいな。あ <laughs>、はあ、うん、俺もでも、未だに使うかもな。うん、俺、大人になってからなんかダウンジャケットを買おうとして、うん、渋谷で、 買ったダウンが、三つぐらいダウンで選んでて、これでいいやって買ったんだけど、打ち返って来てみたら、なんか感じ違うってあるじゃん。打ち返って見てみると。だからやっぱあっちのにしようと思って、持ってって、すいません、これ変えていいですかって言って、あ、全然いいですよって嬉しいと思ってて、変えてもらって、打ち返って来てみたら、なんか、さっきの方が、前の方が全然良くて、家の鏡で見ると、でも家の鏡で見るのが本当じゃん。うわ やっぱもう一回戻してと思ったけどもう一回行ったらおめえごときな何こだわってんだよ。うんかも何回も変えやがってよって店員に思われるの嫌でまた持ってってすいませんって言って弟が今足骨折して本人来れないんであのごめんなさいやっぱもう一回こっちのサイズ感がいいらしくてでてわざわざ聞かれてもないのに。 向こうも、そんな聞いてもねえのにわ,、うん、わざわざ説明してくんだから、もう悟った感じで、うん、もう半笑いで、うん、ああ、はい、あうん、レシートあるんで全然大丈夫ですよ。<laughs> 今合わせますみたいな感じで言われて、下向いて、<ー>なんでこんなこと言うんだろうって思って、<laughs> もう一回変えてもらって、うち持って帰って来てみたものの、うん、やっぱそれも違くて全然傷に終わったわ。<laughs> この店員の全然大丈夫っすよってすごいねなねバーってなるね騙された顔してくれりゃいいのになあ,<ー>あそうなんすか大変っすねぐらいのな、ね、一言で一人助かる人がいるんだから、うん、すごいねえー、続きましてラジオネーム光の国 <laughs> 私がついたダサい嘘の話です小学生の時女子の間で プロフィールが書き込めるようになっている紙をみんなに配り、うん、書いてもらったものを回収し、うん、ファイルに閉じ、閉じて集めるプロフィール帳が流行っていました。<ー>私はイケてる人にその紙をもらい、うん、書き込んでいったのですが、特技の欄だけがなかなか書けませんでした。うん、大層なことを書いて生意気だと思われたらどうしようと過剰な思い込みをして混乱した私は、うん、特技、テーブルクロス式 <laughs> と捉え方によってはあまりすごくないんじゃないかという、うん、 嘘の特技を書きました。うん、翌日プロフィールの紙を渡し、その日の給食の時間にプロフィールを集めているイケてる人が突然、テーブルクロス引きできるんだって、やってよ<ー>と、給食用のクロスの上に空の容器を置き、行ってきました。もちろん嘘なので、一回もやったことはないし、できるはずがありません。しかし、心のどこかで、 ひょっとしたらできるんじゃないか。もしできたら生きてる人に尊敬されてお近づきになれるかもしれない。<laughs> と思った私は意を決して勢いよくテーブルクロスを引きました。えー、た次の瞬間、食器はクロスと一緒に平行移動してひっくり返り、<laughs> 教室中に聞こえるような音を立てて床に落ちました。一斉に振り返るクラスメイト、床に転がる食器、静まる教室、 なんか、急に言ってごめんね、と気を使っていそいそと戻っていく、いけてる人。あの時ほど嘘をついた自分をバカだと思ったことはありませんでした。それ以降、私はプロフィールで特技を書くことがあると、速読と書いています。ちなみにできません。<laughs> やめろってもう。やめろって。プロフィール帳あったね。ありましたね。そうま なんか、顔の欄も自分で似顔絵描いて、俺らの時代かなでも、お前らの時代そんななかったのかな紙でばーくって、卒業手前ぐらいになると、住所とか、一言とか、特技、趣味とか、家族構成とかまで描くようなのがあったんだよ。これ、恐ろしい話していいしてください。まあ、あの、寄せ書きみたいなもんよ。 卒業アルバムのクラスでバーって友達に配ってみんなで集めてみんなその一枚にして閉じ込めてみんなのクラスメートのプロフィール帳ってこう集めるのみんなでやってた俺配られなかった配られなかったもう正確に言うと配られず組の一人流浪組ちょっとスタッフみんな見てますよ かわいそうって上でみんな。だから、<laughs> 休み時間になると、配り始めんのいろんな人に。それはもちろん、隣の席の前の人にも来てるから、うん、こうのぞ、書いてるのを覗き込んで、うん、あ、俺ここなんて書こうかなとか、考えてて、あ、絵はこうしようとか、うん、なんかガチャピンの絵描いちゃえとか、うん、いろんなのを頭でシミュレーションして、うんうん、で待てど暮らせど配られず、うん、卒業ですよ。 そんんなことあるんですか俺もないと思ってた <laughs> でもあるんですよ <laughs> な、なんかしたんじゃないですか何もしてないからもっと怖いようん、なんか喧嘩したとかならね、うん、仲悪い男女感とかねあるんだったらまだ分かるんだけど何もしてないのなんだろそれだから俺のプロフィールを 知りたくなかったんだよ。<laughs> っていうかもうそれ以前に、うん、いたのいるのっていう感覚なんだと思う。えー、別に意地悪な女子じゃないから、それやってるのは、普通の女子よ、そんなことやってるのは。はい、普通の女子にすら、うん、配ってもらえなかったの。喧嘩してりゃ仲悪ければ、最初から俺のとこは来ねえやって、わ、うん、かるじゃん。可哀想なのは、うんうん コンコンと頭の中で考えてたの頭の中で埋めてって、うん、渡されたらすぐ書けるようにしてた <laughs> で後ろにはなんかその配ってる人に対して一言みたいな感じがあってそれもまあこんなふうに書こうかなとか、うん、絵書こうかなとか小6ぐらいに考えててさそれが配られなかった <laughs> まあでもねまあ今こうやって 活躍してるのも、そういう時期があったから。踏み台にな。あよかった。あ正解だった。うん。ね。踏み台にして。そう。いすいません。うん、氷の踏み台。<laughs> それを素足で踏んでるよ。すごい経験ですね、それ。は俺はほんと、今でこそ元アパレルの、ね。うん、美人な奥さんもらってますけど、俺はそういう、 いろんな自分の過去の泣き、うんうん、を川に流し流し、うん、今を迎えてるわけだから。<laughs> 本当だね。本当だわ。過去だ。振り返れない。で、この時間帯だよ。俺が唯一振り返るの。そっかこの、ミス、みそぎ。捨てた過去へのみそぎ。<laughs> 金曜の早朝。うん。先行を手向けるわけだよ。<laughs> 過去に。 さなかった女の子は「t h e m a n z a とか見てたのかなああどう思うんだろうそういうのないや、うん、そういうやつに限って、あのー、昔から仲良かったよねつらするんだよな<ー>やっぱりそのなんかソーシャルネットワークなんか今、ねうん、同級生なんかもつながったりするから<ー>やっぱり送ってくるやつお前喋ってたっけっていうやつだもんあ<ー>あー そういうやつほど絡んでくるんだろうねそういうのねだけど結局学生の時に相手にされなかったやつらってそういう生きてるグループのやつらだったからやっぱその時の思いを未だに引きずってて悲しいのはあ生きてるやつから連絡来たって未だに思っちゃうんだよねそれは分かりますね連絡くれた少し近づけたって未だにね うん、あの感覚ってあるんだよね子供の頃の感覚ってな<ー>ずっと残るからな本当だわ <laughs> <laughs> 結構今日ヘビー級にちょっと重たくなりますね,ねな今日はちょっといつにも増してだな、うん、そうですね <laughs> どうしようあ来週の、まあ、来週ね <laughs> 来週のメールテーマいけ <laughs> てるやつにしてもらって、うん 嬉しかったこと。<laughs> 向こうからすると別に親切、まあ親切心でもいいし、うん、親切心でもない何気ないことだったり、うん、かけてもらった言葉なんだけど、うん、こんな嬉しかった。こんなに気分上がったとか。うわぁ、これもなかなか重い感じにもなりそうだしね。ね逆にもし、うん、その、 もしもね、生きてるグループ側だったっていう人からしたら、うん、逆にこういうグループをどう見てたかとか。そうですね。どういう扱いをしたとか、こんなことしたけど、別にそんな、そういう気持ちでしてたわけじゃないんだよっていう弁解のね。その視点欲しいですね、その視点からのメールー。そういうのもね、ちょっとお待ちしてますんで。ちょっと楽しみですね、はい、それ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。